10月12日、バレーボールの新リーグ、SV リーグ男女の初戦が各地で開催され、男子の東京グレートベアーズとウルフドークス名古屋が東京体育館で激突した。始球式を沸かせた人気女優に対する反響が一夜明けても止まない。この日、始球式を務めたのは女優でモデルの本田翼さん。東京ギガバイトの背番号28、283。 がプリントされたユニフォーム姿で登場すると、爽やかな笑顔を振りまいた。コートに立つと、サーブを放つかと思いきや、ボールをふんわり投げる。そして、深津秋弘がトスを上げて柳田正弘がアタックを決めると、場内は歓声に包まれた。6459人の観客だけでなく、選手も思わず息を呑んだ。SNS 上では、 天使すぎて同じ人間とは思えなかった、雰囲気変えたんやな、顔ちっちゃかった、お肌トゥルントゥルン、透明感もやばかった、笑顔まぶしすぎる。バレエ初観戦だったけど熱気すごくて白熱した、また近いうちに翼ちゃんに会えますようになど、さまざまなコメントが寄せられている。今年1月には、キスマイフット2の玉森裕太さんが始球式に登場し、大きな話題を呼んだ。 果たして次はどんな大物が訪れるのだろうか